いつもタクトが男子シングルスに出場。自分より一回り大きい相手にもラリーで打ち負けることなく圧倒します。うわ、小学生としては史上初めてとなる全日本での勝利を挙げ、このあと2回戦も突破したスーパー小学生ですが、試合後たくさんの記者に囲まれて、ごめんね、緊張してるよね、囲まれちゃって、ごめんね。そんな出雲くんの夢は、オリンピックのチーム。こちらは連日話題を集める平野美宇と伊藤美誠の小学5年生コンビ。まず先に見せたのは美誠ちゃん。去年のインターハイを制した鈴木梨花を相手に強気に攻める姿勢で大金星を挙げます。その後準々決勝で敗れはしたものの、大きな自信を得る大会となりました。一方美宇ちゃんも元気いっぱい伸び伸びとしたプレーでベスト4へと進出。愛ちゃんも成し遂げられなかった小学生初のジュニアの部制覇を狙います。いい試合ができてベスト4に入れたので嬉しいです。ジュニアでは優勝したいです。そして元祖天才卓球少女福原愛もこの日から登場し、危なげなく初戦を突破。悲願の全日本初優勝へ好スタートを